ターミン・アーミンは、紋章学において、お古女の毛皮を表すティンクチャーであり、毛皮模様と呼ばれる種類のティンクチャーに属する。なお、ティンクチャーとは、紋章学における文様の要素である原色、金属色、毛皮模様の総称である。古典的な白黒の印刷物や、高価の刻印をはじめとする彫刻では色を表すことができないため、 ペトラサンクタの方法と呼ばれる手法が用いられるが、毛皮模様も各所の色の沿って、その他の原色や金属色のティンクチャーの表現方法に準じて表現される。絵画の中の白点。レオナルド・ダ・ヴィンチ、白点を抱く貴婦人より、トランプの絵札。袖のあたりにアーミンのティンクチャーが描かれているのがわかる。アーミンは、ラテン語のアルメニアノという意味のアルメニアスに由来する。 冬の間、お古女は、毛が白くなり、尾の先だけが黒い状態になる。中世の王公貴族はこの白い時のお古女の毛皮を、いくつも並べて一枚に縫わせて、それを、ガウンの裏地などに好んで持ちい、それが、権威の象徴でもあった。王族や、貴族の肖像画やトランプのクイーンやキングの絵札で、黒い点のある白い円のある服を見かけるが、その部分がアーミンである。 紋章学のアーミンは、このおじ女の毛皮を、アージェントの上に、セーブルの点のパターンを形作ることで表現している。おじ女の尾の黒い部分は、アーミンスポットと呼ばれ、様々な方法で表現された。渦の具体例は、最も一般的な形のアーミンスポットを示す。アージェントとセーブルの組み合わせの他に、少なくとも三つのアーミンの変形があり、これらは別の原色。 または、金属色のアーミンスポットが置かれた単なる特定の、原色または、金属色のフィールドというよりは、やはり独立した一つのティンクチャーとみなされている。アーミンズまたは、カウンターアーミンは、通常のアーミンの白黒を逆転させたもので、アージェントのアーミンスポットを持つセーブルのフィールドである。また、アーミの輪は、地の色に、アージェントの代わりに、オーアを用い、 セーブルのアーミンスポットを持つオーアのフィールドである。最後に、ピーンは、アーミノアのオーアとセーブルを逆転させたもので、オーアのアーミンスポットを持つセーブルのフィールドである。これ以外のティンクチャーの組み合わせの場合は、紋章記述の中で、例えば、ギュールズ・アーミンド・アジェントのように明確に記述される。川淵慎一郎、チン・キッチャーズ、2008年1月3日閲覧。 ありがとうございます。